芥川龍之介作「かっぱ」どうか「かっぱ」と発音してください「じょ」これは「 ある精神病院の患者第二十三号が誰にでも喋る話である。彼はもう三十を越しているであろう。が一見したところはいかにも若々しい狂人である。彼の半生の経験はいや、 そんなことはどうでもよい。彼はただじっと両膝を抱え時々窓の外へ目をやりながら鉄格子をはめた窓の外には枯れ葉さえ見えないカシノキが一本雪曇りの空に枝を張っていた院長の S 博士や 僕を相手に長々とこの話をしゃべり続けた。もっとも身振りはしなかったわけではない。彼は例えば驚いたという時には急に顔をのけぞらせたりした。 僕はこういう彼の話をかなり正確に写したつもりである。もしまた誰か僕の筆記に飽き足りない人があるとすれば、東京市ツバツ村の S 精神病院を訪ねてみるがよい。年よりも若い第23号は、 まず丁寧に頭を下げ布団のない椅子を指さすであろうそれから憂鬱な微笑を浮かべ静かにこの話を繰り返すであろう最後に僕はこの話を終わった時の彼の顔色を覚えている 彼は最後に身を起こすが早いか、たちまちげんこつを振り回しながら、誰にでもこう怒鳴りつけるであろう。出て行け、この悪党めが、貴様もバカな嫉妬深い、わいせつなずうずうしい、うぬぼれきった残酷な 虫のいい動物なんだろう出ていけこの悪党目が1 3年前の夏のことです僕は、 人並みにリュックサックを背負いこの上高地の温泉宿から穂高山へ登ろうとしました穂高山へ登るのにはご承知の通りあずさ川を遡るほかはありません僕は前に穂高山はもちろん槍ヶ岳にも登っていましたから 朝霧の降りたあづさ川の谷を案内者も連れずに登っていきました「あさ霧の降りたあづさ川の谷を」しかしその霧はいつまでたっても晴れる景色は見えません「のみならずかえって深くなるのです」 僕は一時間ばかり歩いた後一度は上高地の温泉宿へ引き返すことにしようかと思いましたけれども上高地へ引き返すにしてもとにかく霧の晴れるのを待った上にしなければなりませんと言って霧は一刻ごとに ずずんずん深くなるばかりなのですええいっそ登ってしまえ僕はこう考えましたからあづさ川の谷を離れないように熊笹の中を分けていきました しかし僕の目を遮るものはやはり深い霧ばかりです。もっとも時々霧の中から太いブナやモミの枝が青々と葉を垂らしたのも見えなかったわけではありません。それからまた放牧の馬や牛も突然僕の前へ顔を出しました。 けれどもそれらは見えたと思うとたちまちまたもうもうとした霧の中に隠れてしまうのですそのうちに足もくたびれてくれば腹もだんだん減り始めるおまけに霧に濡れ通った登山服や毛布なども並大抵の重さではありません 僕はとうとうがをおりましたから岩にせかれている水の音を頼りにあずさ川の谷へおりることにしました僕は水際の岩に腰掛けとりあえず食事に取りかかりましたコーンドビーフの缶を切って 「枯れ枝を集めて火をつけたり」「そんなことをしているうちにかれこれ十分はたったでしょう」「その間にどこまでも意地の悪い霧はいつかほのぼのと晴れかかりました」「僕はパンをかじりながら」 ちょっと腕時計を覗いてみました時刻はもう一時二十分過ぎですがそれよりも驚いたのは何か君の悪い顔が一つ丸い腕時計のガラスの上へちらりと影を落としたことです僕は 驚いて振り返り返ました。すると僕がカッパというものを見たのは実にこの時が初めてだったのです僕の後ろにある岩の上には絵にある通りのカッパが一匹片手は白樺の幹を抱え 片手は目の上にかざしたなり、めずらしそうに僕を見下ろしていました。僕はあっけに取られたまま、しばらくは身動きもしずにいました。かっぱもやはり驚いたと見え、目の上の手さえ動かしません。 そのうちに僕は飛び立つが早いか岩の上の河童へ踊りかかりました同時にまた河童も逃げ出しましたいやおそらくは逃げ出したのでしょう実はひらりと身を返したと思うとたちまちどこかへ消えてしまったのです 僕はいよいよ驚きながら熊笹の中を見まわしました。するとカッパは逃げ腰しをしたなり二三メートル隔たった向こうに僕を振り返って見ているのです。それは不思議でも何でもありません。しかし僕に意外だったのはカッパの 体の色のことです。岩の上に僕を見ていたカッパは、一面に灰色を帯びていました。けれども今は、体中すっかり緑色に変わっているのです。僕は、畜生と大声を上げ、 もう一度カッパへ飛びかかりました。カッパが逃げ出したのはもちろんです。それから僕は30分ばかりクマサを突き抜け岩を飛び越えシャニムにカッパを追い続けました。 かっぱもまた足の速いことは決して猿などに劣りません。僕は夢中になって追いかける間に何度もその姿を見失おうとしました。のみならず足を滑らして転がったこともたびたびです。が大きいトチの木が一本。 ふとぶとと枝を張った下へ来ると幸いにも放牧の牛が一匹カッパの行く先へ立ち塞がりましたしかもそれは角の太い目をちばしらせたお牛なのですカッパはこのお牛を見ると何か悲鳴を上げながら ひときわ高いクマザサの中へもんどりを打つように飛び込みました僕は僕もしめたと思いましたからいきなりそのあとへおいすがりましたするとそこには僕の知らない穴でもあいていたのでしょう 僕は滑らかなカッパの背中にやっと指先が触ったと思うとたちまち深い闇の中へ真っ逆さまに転げ落ちましたが我々人間の心はこういう危機一髪の際にも途方もないことを考えるものです僕は あっと思う表紙にあの上高地の温泉宿のそばにかっぱ橋という橋があるのを思い出しましたそれからそれから先のことは覚えていません僕はただ目の前に 稲妻に似たものを感じたぎりいつの間にか正気を失っていました」。